すぎた？まあいいか。あれ？あれ？なんでだ？コメントが動かん。コメント動いてないな。そんなことある。こんにちは。ん？なんで？じゃあ、こんにちは。コメントが変わらん。動かない。なんで？かな、もう一回。なんでや。動いた。あ、来た来た。動いた。動いた動いた。こんにちは。動きました。動きました。ツインテールしました。ツインテールきつい。きついって思うのは見に来んじゃねえ。自己配信、自己配信じゃないよ。血迷ってないです、全然。バイバーイ。平成最後のツインです。あ、カニカミくんさん、クマありがとう。クマ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 ありがとうございます。そう、公園で言ってた。平成最後にやりたいツインテールしました。ツインテールしました。うん。洋服はワンピースです。質問採用された。本当？どうもどうも。今日ツインテールです。お忘れたか。そうです、高めのツインテールしたんです。そうですね、まあ日曜日なんで、まあ、これで外には出ないですけどね。巻いて、そう巻いてる。そうですね、まあ19歳のツインテールを見たくないって人は退出してください。バイバイ。パルさんの成人式の時、そうパルさんの成人式の時ツインテールだったよね。どうも。そうです、バイバイ草、バイバイ草、草草。自分でやってないけどね、してもらったけど。してもらった知り合いの人にね。煽ってない、全然。今の煽ったつもりは全くありません。そう、知り合いの人にしてもらいました。クサクサしる。知り合いに美容師さん、知り合いに美容師さんめっちゃいる。いっぱいいる。シャツじゃないですこれ。
ワンピースです。こういう。本当に文句しか言わねえな。自分で縫ったの？何が何が？今日真面目に先生らそうなんだ。かわいいよねこのワンピース。手形すぐ売り切れ。手形も売ってるんだ。クッションもでクッションこれ家用こっちはあのこれはホットケーキの方。家実家に帰ってきたらホットケーキがある。家に帰ったら食パンなんです。そうなんですよ。ホットケーキ。よし。かのちゃんが先入ってた。何の情報。握手会ではちょっとしないかな。手形買った人いるの？何個あったんだっけ？私のやつ 10個だったっけ？ポケモンの映画見たことあるよ。最近はずっとクレヨンしんちゃんの映画を見てるけど、10個即完売して、マジ一緒だった。マジか。買ってくれた人いるのかな、ここにトルバの手形買ってくれた人。すげえ。あれ公園で言ってた平成中にやりたいやつ。そう、平成のうちにやりたいやつ。夜配信しません。迷ってたら全部いけ。すごい。手形ね、1万円だった気がする。1個1万円かな。手形ってなんか私とみちとゆみこのなんかロケに行って、そういうなんか手形を作ってる、なんか鉄なんて言ったらいいんだろう、なんかこう金属とかを作ってる部品の会社に行って、そこでなんか手形を作ったんですけど、私とみちのやつは1個1万円で10個は10個なんですけど、ゆみこのやつはね1つしか売ってなくて15万円だったかな、だった気がする。なんか素材が違うらしい。16万なんだ。まあ1個だもんね、絶対欲しいよね。私も欲しいもん、自分の推しメンの手形。
誰が買ったんだろうね。すごくない？だって全弓子推しの中で一人しか持ってないんだよ、それすごいよね。毎日推しメンとハイタッチして学校に行けるよ。パルルさんの手形16万と握手16万円もだったらどっちに行く？握手握手行きます。そう、なんかユミコはハイタッチの手形で、ミチュのがスマホ、こういうやつ、スマホスタンドで、私のやつはペットボトルホルダーで、こんな感じ。りょうくんがいびきかいてる。うん、俺手形持ってるけどって言って持ってる人いるかもね。誰が買ったんだろう、気になる。ジョー君がプーって言ってる。ほら鼻息聞こえません？ジョー君の。聞こえないか。あ、聞こえる？若干聞こえる？聞こえた？かわいいし。けどこにもお出かけ、なんてお出かけする人がいないんだよね、一緒に。ママも仕事だし、パパも仕事だし。みんな仕事。そう。で、弟は学校じゃないわ。受験生でしょ。まあ、弟と出かけることないんですけど。で、友達みんな、ね。出るから東京とか。今日ずっとポケモンがポケモン GO してるんだ。まだあるんだ。私は友達がさっき、友達というか友達がちょっと仕事で、あの、なんて言ったらいいんだろう、ママの仕事のやつでちょっと来てくれてて、友達が来てたからちょっとお話ししてました。うん、私今日暇だったら買い物行こうと思ったけど、トラちゃん走り始めたからやめた。マジ？ほんと私もね、買い物行きたいとこなんだけどさ、なんかちょっとね、今月はというか買いすぎちゃって服を握手会用に服をね、いっぱい買ったから、もうちょっと我慢してる。ママ友達は、ママの友達、私の友達がね来てた、幼稚園の時の友達。あんまり一人でも出かけるけど行くとこないよね。なんか広島市だったらさ、その市内にいるときは、そう、あのあれなんですけど、あれなんですけどというか、行く場所がいっぱいあるんですけど、こう実家に帰ってくるとちょっと車じゃないと移動できないとこも多く、うん、弟は受験生です。友達の家行きたいけど、友達もなんかみんな東京とか神戸とか行っちゃったし、留学してる子もいるし、広島ってほとんど、広島市はね、いっぱい行くとこあるんですけど、やっぱいっぱい行くとこというか、やっぱ交通の便もいいんですよ、広島市は。市内の電車も通ってるし、バスもいっぱい通ってるし、買い物するとこもあるんですけど、私こっちの福山ってとこなんで、実家が広島の端っこの方なんですよ。そうだから車がないと移動できないんですよね。でも免許持ってないから運転できないし、
くん、りょうくん寝てるのよ、ここで。りょうくん、りょうくん寝てるからな。トロートローです。今カズに限りがございます。見てます。お、それそうそう、それで作ったんですよね。りょうくんの声聞こえた？本当？パールちゃんはまた違う部屋にいる。父ちゃん一人暮らし、一人暮らしですけど今日は実家です。福山出身のメンバー他にいないですね。私だけ。たーちゃん髪の毛、そうなんですよ、めっちゃ多い。なんで顔、顔ちっちゃくないって、ほんと。ココとゾマイ楽しかったです。福山みなと祭り出れるのかわからないんですよね。なんか今日シャープ、そうかな、いつもと一緒ですよ。昨日の尾道どうだった？昨日尾道めっちゃ楽しかった。尾道楽しいな。私 iPad の充電してる、もしかして。え、 iPad の充電してんじゃん私、言うの私。え、ちょっと iPad に切り替えたい。 iPad の充電してるじゃん。クリスタしてないと思って iPhone でしてたのに。あ、私の友達が映る。友達のプリクラが映っちゃう。切り替わる。どっち、どっちで映ってる？お、切り替わった。お、大きい。切り替わったらしい。白飛びやば。黒い服着てると白飛びするね。一回消えちゃった。まあいっか。こんにちは。喉鳴った。昨日尾道ありがとうって娘がいて、おお、ありがとう。テーマパークのお姉さん、皆さんこんにちは、見てハーバーツアーへようこそ。私本日皆さんのツアーガイドさせていただきます、ドラブと申します。よろしくお願いします。こんな感じで、ひなさん、初見です。ありがとう。ありがとうございます。
昨日バレさんのグッズ買ってないんですよ。ちょっと今本気の金欠なんです。そう、柳原かな子さんって、え、こんな感じ、うん、ありがとうございます。何、ショップ店員のお姉さんのモノマネよくしてる、どんな感じなのか。ショップ店員の人がいらっしゃいませ。難しいな。続きあるよ。じゃあいきます。皆さんはご存知でしょうか。1975年、コカアミティに巨大なサメが現れ、人々が次々と襲われていくという事件が起こりました。その話をもとに、あの有名なスティーブン・スピルバーグ監督が、ジョーズという映画をこれまた上手に作り、コカミティは一躍有名な島となりました。今でも一応ライフルは備え付けてありますが、今はサメは出ませんので、あ、ちょっとここら辺からちょっと曖昧なんですよね。曖昧、ユニバです。そうですね。ユニバ行きたい、ユニバ行きたい、今日ユニバ行けばよかったな。緊急ゾーンのユニバ行く、でもユニバ行く人いないんだよね。こうだよ、頑張れ。そう、金欠だからさ、ユニバ行けないんだよね。お金貯めていこう。友達のね、ユニバちゃんはちょっと今ね、アメリカにいるんで、ディズニーのやつも練習しようと思ってる。あのクラッシュのさ、あのタートルトークのお姉さんのちょっとモノマネしたいなと思ってる。だから練習してみようかな。おーい、クラッシュの前のやつ、なんだったかな。診察は禁止、タバコもダメですよ、びっくりしちゃうからねっていうやつ。あ、違う、タバコもダメ、飲食もダメ、フラッシュ撮影もダメですよ、びっくりしちゃうからねっていうやつ、あれをちょっと練習したいですね。こういう感じなんです。え、うまい、ほんと、ありがとう。じゃあ上手を極めたいと思う。安全バーをしっかり下げてっていうとこね。携帯電話、ね、ん、何だったかな、携帯電話、カメラなど水に濡れて困るものはすべてカバンの中におしまいください。安全バーをしっかり下げて、そこのお兄さんとお姉さんに手を振って行ってきます。で、どっから始まります、ユニバは。ちょっと練習したいですね。だから、いつかユニバで働くかもしれないよ、私が。行ってきまーす。YouTube で勉強、そう、 YouTube で勉強しました。行ってらっしゃい、行ってきまーす。ちょっと一回ちょっとそういう企画作ってほしいんだけど、トロのユニバで。でもね、私一回この間ユニバ行ったんですよ。上手乗ったんですよ。もう格が違った、私とは。もう全然違う、超上手だったもん。もうお姉さんって感じだった。超うまかったよ。でもね、ちょっと待って、よくよく考えたらユニバの上手って安全バーないな。あったかな、安全バー。いや、もうほんとプロだった。人員が違いましたね。はあ、どうしようって感じ。超うまかった。へへへって感じ。めっちゃうまかった。ち
ょっと練習したいとこ、ちゃんと練習したい。アメティスリー、アメティスリー、どうしよう、ほんまアメティスリーがって感じ。練習したいな、もうちょっとしっかり、ちょっとちゃんと台本欲しい。台本くれんかな、ユニバの人。うん、でも違うんですよ、みんな言ってることは毎回。白飛びするからレフ版でなんかユニバの、なんかユニバの就職、ユニバのなんかなんてバイト面接、就職面接みたいなやつのがテレビでやってたんですよ。こうユニバでちょっと変わった面接があるみたいなやつやってて、普通に面接するんですけど、最後にパッて写真を見せて、この写真の人たちに話しかけてくださいっていう面接があるらしいんですよ。こうミニオンの服着てる人とか、あのジョーズの帽子かぶってる人とかの、何、写真を見せるんだって、面接 でそのこの人たちに話しかけてくださいっていう。そう、私絶対いけると思うんだよねって得意、得意よそういうの、人に話しかけるの。わー、そのミニオンかわいいねみたいな感じで話しかけたらいいらしいそこでタチタチしたりからしい。でその時にテレビ出てた人、だハイヒールももこさんが出てて、ハイヒールももこさんがめっちゃ話しかけてて、それに、あ、もう合格ですって言われてた。でもね、ユニバの人って本当にめっちゃ話しかけてくれるんですよ。嬉しい、話しかけられると。やっぱりもうだってスヌーピーつけてるだけで、ユニバに、ユニバ行ったらスヌーピーつけてるだけでね、あの全部のアトラクション乗る前に褒めてくれる、お姉さんが。わー、スヌーピーかわいいですね、お揃いですかって絶対ね誰か言ってくれるよテーマパークのお姉さんってすごいなって思ったから。やっぱコミュニケーション力高いですよね、ユニバの人。ユニバの人は全部、全員話しかけてくれる。そう、やっぱ大阪のノリなんですかね、あれが。そう、そうなのよ、めっちゃかわいいね、みんなそれってよく言ってくれる。そうそう、サメに食べられないように気をつけてねとか、上手乗る前とかね。そう、だから耳を取ってくださいっていう時も、耳取ってくださいじゃなくて、返信解いてくださいねとかそう、返信は解いておいてくださいみたいな感じでした。すごいなと思って、最強ですね。そう、神対応、神対応されると嬉しい。ミニバ行きたくなってきた。ミニバ大好きミニバ好きな人って感じ。まあこういう年頃なんですよね、私うん、後ろの服小さく見る、いやそんなことない、後ろにあるからちっちゃく見えるだけだと思う。ジョー君は起きてないよ、寝てる。まだなの、もう一回できるかな。お腹すいたし、ご飯食べてないの今日。
ほら、何も食べてない。お腹すいた。神回で本当本当そんなことないよ。なんかパンケーキ食べたいね。この色のパンケーキ食べたいな。パンケーキのもとないよな。でも我が家パンチラパンチラパンチラめちゃくだらんこと言ってしまう。パンチライオンパンチライオンフードフェスティバルでフォアグラ丼食べて、いいなそう。フォアグラ丼？そんなお高級なものがあるんだ。スカートのホック閉まらない気アイドル。そう、昨日食べ過ぎちゃって、めっちゃ食べたんですよ。朝にブリトー食べて、ドーナツ食べて、お昼ご飯にお寿司食べて、でアイス食べて、あ、でもそれくらいか。あ、ドーナツも食べた。またドーナツも食べて、したらスカートのホックが閉まらなくなっちゃって、制服の閉まんない開けてた、ずっと。800円でちょびっとフォアグラ、ちょびっとちょびっとなの。寿司大好きよ。まあこれには訳があるんですよ。ちょっとね、それそのわけはちょっとね、内緒ドーナツ甘いってるからゼロカロリーゼロだよ。うわー、そんなこと言ってた。私のパパもそんなこと言ってたな。ジョー君がうなってる。そう、パパと同じこと。なんか私も前さ、ドーナツこれ潰したらゼロキロカロリーじゃないって言ったんですよ。でパパも同じこと言ってた。だってさ、こんくらいのものこんくらいにしたらさ、カロリー絶対縮むくない？だってこんだけなんよ。ドーナツに限らずこうパンとかもさ、それこそさ、あのシフォンケーキとかさ、こんくらいあるけどさ、絶対くるくるに丸めたらこんくらいになるじゃん。これの中にそんなにカロリー入ってると思えんくない？こんだけよ、絶対カロリー減ると思うんだけどね。でもね、これ一回ね、ショールームで言ったらね、あいつバカだって言われたからね、もう言わんとこうって思ってる今言っちゃったけど。こないだね、それショールームでバカって言われたからね、冗談に決まっとるやろが冗談に決まっとるやろがほんまに
そうなんだよ。シフォンは丸めたら美味しくないですよ。それはそう、めっちゃそれはそうなんだけど、そうね、シフォンケーキはふわふわだから美味しいよね。オタクって真面目だ、そうね、結構真面目な人多いよね。皆さんって、皆さんじゃないね、こうやっぱ、真面目な人はいるよね。真面目だなって思うだ。そうなの、たまに冗談通じない人いるからね、真面目だからね、賢い。私も真面目だからね、お茶目なのに、ちょっと茶目っただけなんだけどね、ネット上、そう、ネット上だとね、真面目な人いっぱいいるからね。言い方が冗談っぽくない、そうだよ、私言い方が冗談っぽくないってよく言われる、私が言ったらガチみたいな。私も真面目だからね。冗談っぽく言わない、ガチっぽく言う。ん？うん。うん。僕は AI なので、ちょっと待って。私も AI ってことです。今度からそういうキャラでいくかな。AI です、私は。AI です。うん、アイドル、アイドル、本当だ。ジョー君の先生、ジョー君、うんって言ってる、ちょっとほら、ほら、聞こえた？うん、うんって言ってる。キュートみたいなキャラ。バカだな、バカだな。懐かしいな、キュート。と寝てるの、ジョーク寝言言ってる。プンプンって、ジョークが寝てるね。言うけキュート、もう全然覚えてないわ、キュートいつだったかな、中学生、中1くらいだと思う。2010が小、小6キュートって、めっちゃ前やね。キュートの髪型にしたの私。中学1年生の時キュートの髪型だったよ。あっちゃん、あっちゃんって前田敦子さんの髪型。前田敦子さん好きだったんですよ。小学生の高学年の時、5、6年生かな。と中卒業するまで前田敦子さんが好きで、あの前下がりボブにして、もう全く同じ髪型にしてました。当時も社会人なのかな、当時小学生やな。当時まだ俺生まれてなかった、それは嘘じゃん絶対。
嘘つくな。わあ。あっあっあっ。そのドルちゃんにも髪が短い時代があったのよ。中学でもこの時はなんか分からんな、髪短いの。この時髪短いんですよ。中3って書いてる。でも友達が映ってるお友達が映ってんねん。中3のトロブ髪短いやろ。わからんか。これ隣ヘレンですけどね、ちなみに。中学生、中学生、中学生。隣はヘレンです。当時はこのプリクラが漏れてると思ってたんだよな。プリクラどこ行ったんだよ私。ヘレンは友達です、私の。あ、なんかね、コピーしたんよね。やばい、めっちゃなんか髪短いの分からん。でもプリクラ当時の、なんか友達の誕生日で印刷してこれ貼り付けようと思ったら忘れてたよね。リボンちゃんなんてつけちゃって、まあ若気のイタリアンですね。うん、しかも短いんですか。これもこれは中3だな。これも中2か中3。中3。やば、幼な、私幼くない？眉毛ないんですよ。トロちゃん眉毛ないんです、この時。あの、書いてないから、か メイクという技を覚えてなかったんですよね。ノーメイク、ノーメイク中3、中3の始めか、中2の終わりかな。眉毛ないでしょ。でもカーディガン着てるから終わり頃かもしれない。そうなんですよ、こんな時期があったんです。あ、友達映しちゃった、ごめんなさい。まあ見えんか。これはヘレンじゃないですね。友達かわいいっしょ。ヘレンは一番端っこにいる、こっちに、これがヘレン。耳しか映ってない、ヘレンの耳。でもヘレンね、顔隠してるよね、これ。ヘレンはあの顔隠してます、これ。
で、高校2年生の時のメイクを覚えたドロップです。これ髪の毛茶色いから染めてるように見えるんですけど、これ染めてないんですよ、髪の毛。髪染めてないの、これプリクラで茶色く見えるだけ。でも今と一緒です、メイクは。多分これプリクラです、完全に。幼いですか、ギャルって言われても髪の毛黒髪なんですよ、これ、全然ギャルじゃないんだけど、カラコンしてるからかな。これは高校生ですもん。てかこれ眉毛が細いんじゃなくて光飛びしてるだけだと思う。ギャルじゃないけどね、全然。みんなのギャルが分からん、私は。めっちゃ真面目に学校行ってたけど。最近カラコンしてないです。全然。ギャルかな。これ同じ時期よ、これギャルですか、これ同じ時期、高校2年生ぐらい。これ髪の毛茶色くない、染めてないもん、プリクラの加工で茶色かっただけだから。うん、今やこれさっきのプリクラと同じ時期でも、全然ギャルじゃありませんでした、私は。超普通でした、これは高校生でしたね。楽しかったよ、高校。なんか一番全部プリクラだからね。そう、あの今が一番って言われても、あの変わってないんです、何もメイクも。ちょっと濃くなったかなぐらいなんなら。高校生の時はメイクっていうかカラコンしてるだけで、メイクはしてないからな。まあカラコンしたらギャルみたいなとこありますからね、皆さんは。眉毛ある、眉毛は薄いだけで描かなかっただけよ。ギャルだから薄いとかそういうのはちょっと時代遅れだと思う。今の方は大人っぽくなったと思うけど、ギャルに見えるね。ギャルじゃねえよ。ギャルじゃねえって言ってるだろうが。トロ生まれつき眉毛薄い、そう眉毛薄いんですよ。めっちゃ違うって言っとるやろが。本当に、眉毛薄かった、別に。普通に眉毛が薄いのはしょうがなくない？だって眉毛薄いんだもん。描かなかったら薄いんだもん。つけまつげはしてないです。まつげはあったんですよね、私。すぐ怒らせんなよ。じゃあ怒らせてないし、怒ってないけど、しつこいよ。
うん、そうだ、だから薄いんだってもんだから。ガクガクブルブル。ガクブル。バイク乗りましたんだろ。あ、そうですそうです、バイク乗り回ってました。ブン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 。乗ってません。うーん、明日がトロフか。福田並みにド M なので怒られたら喜んですよ。いいですね、福田並みにド M。 うーん、そうだよ、カラコン、黒ハッタ、グレーハッタ、わかんない、何色だったのかな、茶色わからん、あんまり何も考えてなかったんですよね。コッコルームに最近来るバイク、どうなった、コッコルームにバイク来るの。今日配信でマイケル教会怒らせちゃダメじゃん、分からずつけてた。そんなこだわりなかった、別にプリクラ撮るときはコラコした方が盛れるから。だからプリクラ撮るときだけつけてたからな、プリクラ撮るときだけ。学校とかはつけてないですよ、学校はメイクとの禁止だったからね。コメント荒れてたからね、まあ、コメントセンスない人いますもんね。そういう人ってよくいる。プリクラのためにカラコン買って、そうですよ、プリクラのためです。フォローしましたのでお、ありがとうございます。そうだよ、プリクラのためだけです。なんで女子とそんなプリクラ撮る、なんだろうね、めっちゃプリクラ撮ってた、でも高校、中学高校の時ってめっちゃ撮ってました、プリクラ。逆に普通のカメラで写真が全然ないだから、なんか自分の顔にコンプレックスがあると、やっぱりちょっとあんま写真好きじゃなかったから、プリクラは好きです、可愛く撮れるから、可愛く撮れるからプリクラ撮るんで。可愛く写りたいからね。今500円、そうなの、私の時は400円だった。お小遣いそれだけど、まあでも遊びに行くたびにプリクラ撮ってたよ。今500円すんだ、高いの。あ、機種によるんだ。福山と岡山とどっちに遊びに行ってた、福山の友達と遊ぶときは福山に遊びに行ってた、岡山の友達と遊ぶときは岡山に行ってました。今400円だったな、私のときは。でもなんか大体1人で撮ることはないじゃん、3人で撮るか2人で撮るか3人で撮るか4人で撮るかだから、まあ、割り勘だからね、プリクラ撮るとき。
そうちゃん、後ろのワンピース着ない。後ろのワンピース着たい着たいけど、ちょっともう夏終わっちゃったしな。ペリクラかなってしか撮ったことない。リア充やな和歌山の方がいいペリクラ多いです。え、そんなそれは偏見なんだけど、3人で400円、そう、3人で400円の場合は、3人でプリクラ撮るときはもうじゃんけんするか3回撮るかプリクラを。うーん、でも男の子同士でプリクラ撮ることないですよね。3回取ったらあれかね、そう、3回取ったら割り勘の意味はないけど、全員200円絶対払うことになるじゃん。100円100円200円になるじゃないですか、1回だったら。でも3回取ったら全員200円払うことになるから平等になるんですよね。そうだからね、みんな平等になるでしょ、全員400円で取れるっていう結局ってことは全部1回ずつ400円全員払えばいいのかまあでもね、そういう感じなんですよ、高校生ってそんなもんよね。最近学校でトロチャの名前入ると、なんで嬉しい、わーいあの男子の入れないこと、なんか男の子だけで入るの禁止なとこあるよね、たまに。男性だけのプリクラをご遠慮くださいみたいな書いてるよね。うん、そう、なんでだろうね。うん、ピーターさんありがとう。男の子と会いたいの男同士で、まあでもいるけどね、たまに撮ってる人とか、男の子同士。ねえ、息めっちゃ聞こえる。私らの時代は怖い話聞きながらプリクラ撮れる機会あった。何それ、すごい。どういうこと、流れてるの怖い話が。すごい、そんなのがあるんだ。怖っ。私の時音楽が流れてたな。すごいね、怖い話聞きながら撮るの嫌すぎすぎる、すごいね、そんな技術が。カップル専用機っていうのがね、そんなのあるんだ。そこで喧嘩したやつとか、いけんじゃん。お経の、俺の時はお経流れて、絶対嘘じゃんそれはそれやばいやつだよ、やばい。プリクラ機じゃ呪われてたんじゃない、お経流れてたのやつは。うん、何時までするの。今何時だろう。5時までします。
もうあと8分ですね。ちょーちゃんめっちゃいます。私今は暇じゃないよ。ショールームしてるからね。そういう問題じゃなくて、お1万人ありがとうございます。とーちゃん5時までどっか行くの？いや、どっか行く予定はないです。特にありません。今だから配信してくれて助かる。ありがとうね、見に来てくれて。まあ今日はちょっと荒ぶっちゃいましたけどね。テーペロ。うっかりトロブ。うっかりトロブだから荒ぶっちゃった。やばーって。仕事はどう？お疲れー。テーペロ。そうなんですよ。いつもね、いつもそんなことない。いつもおとなしくしてるじゃん。いつもおとなしくしてるんですけどね。私もラベと一緒に荒ぶろうぜ。うえーい。そうそう、センスないコメントがあるからね。それだ。ウェーイ。コツン。あ、太陽さん、クマちゃんありがとう。クマ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 、すごい。シュウさんって方かな。すごい、だるまがめっちゃカラフル、かわいい。カラフルだるまだ。めっちゃなんかカラフルだるま、なんか並んでるカラフルだるまが。かわいい。ありがとうございます。太陽さん、くずりゅうさん、よしーさん、れいちゃんさん、ぺしさん、にしさん、たけんさん、ゆういちろうさん、かぼちゃありがとう。パンプキン、ありがとう。太陽さんと、あと、しょうじさん、くまちゃんありがとう。くま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 、ありがとろう。カラフルだるまって私が言ったけど、でそれの違うよ。普通にカラフルなだるまが並んでた。今日カノンとトロは休みです。カノンは分からんけど私は休み。今日は許しません。もうすぐパンピッキン終わっちゃう。そうなんですよ。なんか去年はさ、バレンタインぐらい、ホワイトデーぐらい、クマがさ白かったよね。ちょっと白、クマの色変わらんかな、来月とか。白いクマも見たい。カノンはフードフェスがあったらしい。お腹空いて、あ、待って、お腹空いて、ちょっとムカッとした今ここら辺、胃が食べろっていうことだね、これは。お腹空きすぎてなんか胃が痛い、痛いじゃない、ちょっと気持ち悪くなった。バレンタインは茶色いか、クマは茶色いじゃん。何食べよう。食べてない、お腹空いた。お昼まで寝てたからね。お昼食べてないの。
そのメールの上の衣服あるツインテ写メ送って iPhone の時にかぶる。あ、じゃあ待ち受け用にツインテール写真送ってきますね。じゃあ、うん、今日の晩ご飯わからんで、ママがグラタン作ってるって言ったからグラタン食べようかなと思ってる。また昼前寝てた。そう、昨日夜更かしてクレヨンしんちゃん見てたよね。最近クレヨンしんちゃん見るのにハマってるの。なんかクレヨンしんちゃんの世界に行きたいと思ってる。しんちゃんかわいいんだもんな。クレヨンしんちゃん好きです。フルじゃないよ、しんちゃんネットフリックス、コナンがフルです。そう、現実逃避そう、しんちゃん見て現実逃避。でもね、しんちゃんみたいな、しんちゃんはなんか昔のしんちゃんって生意気なよね。なんか今のしんちゃんより昔のしんちゃんの方がちょっと生意気な気がする。そう、ちょっとミサイに対する生意気度が高い、昔の方が。しんちゃんのキャラクターで誰が好き？しんちゃんが好きやけどね。みんな可愛い。うん、分析してる。なんか昔の方が結構ね、そうだよね。口調が違うよね、ちょっと。しんちゃん無理だって。私だってこんなん絶対許さんって思うもん、たまに。こんな子供絶対許せんって思う、しんちゃん見てたら。ちょっとこれはいかんやろっていう時あるよね、たまに。ひまわりが好き。昔はひまわりがいなかった。あ、そっか、お兄ちゃんになっていい子になったんだ。ちょっとそういうことか。ひまわりが生まれてお兄ちゃんになったからってこと。そういうことか。しんちゃんもお兄ちゃんになったからか。偉いね、それは。でもすごいよね、こう映画とか見ててさ、なんて勇敢な子供なんだと思ってなんか泣けてくるんよね。めっちゃいい子なんよ父ちゃんと母ちゃんのためにと。めっちゃいい子、ね、妹の、ね、ひまわりを守るためにとか、なんかそういうのが泣ける、私的に。あとロボ父ちゃんやばいですよ。ロボ父ちゃん見てほしい。映画のしんちゃんは、ね、勇敢。ロボ父ちゃんめっちゃ泣ける。白が有能、白有能すぎる。え、白ってなんであんな有能ないい子よね。アニメの世界の小学生は勇敢すぎ。そういうか、戦国、今ね、宇宙人のシリリ、シリリ、シリリってやつ見てる。昨日は豚のひづめ大作戦見たんですけど、今日はシリリ、今日っていうか夜中シリリ見て、そのまま寝落ちしてたから、ちょっとこの後シリリ見ようと思う。え、豚のひづめめっちゃ面白かったです。豚のひづめ大作戦え、多分私ね、多分しんちゃんの映画全部見たんですよ。で、とりあえず面白いやつ見返してて、でシリリだけ見てなかったの。シリリ、どれだっけ、どれだったかな。あれ、ない、シリリがない。ん、あれ、しんちゃんたまに怖いのない。え、ある、ヘンダーランドめっちゃ怖かった。でもなんかシリリもちょっと怖いみたいな噂を聞いてたんですけど、宇宙人シリリだ、襲来宇宙人シリリ。ヘンダーランドはちょっと怖いやつ。シリリも怖いって聞いたけど、そんなことなさそうぜひ見てみてください。うん、実
それもちょっとやめなさい夏にシリーズテレビで放送、あ、ほんと？そうなんだ。猛烈大人テレカくんの逆襲が、あー好き。あ、誰か怖い、アミーゴみたいなやつ、なんだったかな、アミーゴめっちゃ怖いよ。オラの引っ越し物語でめっちゃ面白かった、あの指原さんが声優で出てるやつ。焼肉ロードも面白かったな。全部面白い。Hulu でマジックガイド、マジックガイド私全部見たんですよ、もうアニマックスで。そう、高校生ぐらいの時にアニマックスでずっとやってて、マジックガイド見たんですよね。あ、そう、アミーゴのやつ、あ、そう、踊りアミーゴ、踊りアミーゴはあのこんにゃくのやつめっちゃ怖い。え、怖って思ったもん。焼肉ロードも、ね、面白いし、ね、しんちゃん面白いよね。ということで、これから、そう、なんか最近もうアニメの映画を顔全部見てる。ドラゴンボールも見て、しんちゃんも見て、でコナンも全部見ちゃったから、ちょっと次何の映画見ようかな。ワンピースもね結構見たんですよね。なんかアニメの映画ってやっぱ面白い。俳優銀魂、あー銀魂か。ワンピースは映画しか見てない。でもアニメの方は見たことないんですよ。アニメ、ね、見たことあるけど、一番最初の本当に漫画でいう10巻ぐらいまでしか分かんない。アニメ、映画はそれもアニマックスで、なんかいつかな、中学生か高校生ぐらいの時にずっとワンピースの映画やってた時あったんですよ。あのアニマックスじゃないかな、なんかキッズステーションかな、なんかそう夏休みにずっとやってて一日中、それで全部見た。その時にあんまり覚えてないけど、でも大体見たと思う。ドラゴンボール新しい映画するよ。アラバスタ編見てほしい。アラバスタ編ってなんだろう。映画結構見てるから多分見たら分かるんですよね。ワンピースの映画調べてみよう。コナンの映画本当に面白い。私的には天国へのカウントダウンが一番おすすめです。ワンピースの映画って何個あるんだろう。このゴールド見てないな、多分。最新のやつ、2016年、2012年までのやつ見てるな多分。ワンピース Z、 ワンピース Z 見てる。ストロングワールドも多分見たな。これどんなやつだ、ストロングワールド。え、見たと思う。これもワンピース Z 見てます。これ砂漠の王女、砂漠のやつ、あれ手形のやつか、え、わかんない、見てそうだけど。あ、このチョッパーのやつも見た。あ、いっぱいあるんですね映画、ワンピースって。懐かしいな。砂漠に結構見てる。アニメ好きなんですよ。なんかやっぱアニメ好きですね。ビビのやつ、ワンピース、なんかあんまりキャラクター知らないんですけど。あー、これ見た。あ、
これ見た見た、このバッテンのやつ、これこれ、このバッテン、バッテンってここに印あるやつ、ね、いや、あの空飛んでるやつがあれですか、これワンピースの、あの空飛んでるやつはあの Z、 あの空飛んで、なんかなんか風、こんなさ、シャボン玉みたいなとこに島が入ってるやつ、値段はよく分からんけど、あれは何、あれはなんていう話、空島編、それ映画じゃないんですか、あ、映画が空島って名前なの、映画じゃなくて、あれ普通にアニメ、空島違う話、へえ、それはね、それも見たそれも見たと思う、そう、みんな好きなんだ、それはアニメなんだ、あ、それ見たあとあのさっきのそのビビってやつも見た、あとなんかジャングルみたいなところになんか落ちるやつ、それも、それかな、空のやつ、え、なんだろう、なんかジャングルみたいなとこに落ちるんですよ、それも見た、この間テレビでやってたのは知らない、なんかあの船みたいなのが落ちる、それがストロングワールド、あの見てるな私、あれそれが空島？じゃあ一緒なんだ。ゴールドの映画は西野七瀬さん成立で、ええー、そうなんだ、すごい。私もよくわからん、覚えてない。なんか本当にワンピースのことは全然知らなくて、ただあのやってたやつ見てる。空島とは別、あ、そうなんだ。カジキみたいなやつがいるのはゴールじゃなくて Z カジキみたいな魚、なんかでっかいひよこのやつでっかいひよことさ、ナミがなんか、あれ、それはまた違う、わかんないわ全然。カジキみたいなやついるじゃん、こんなやつ、わかんないねあ、それがストロングワールド？混ざってるね、いろんなのが。なんかもう覚えてない。いろんな話がごちゃ混ぜになってるね。やばい、見てる。あ、見よう、ちょっと。ワンピースの映画見てみるね。気になる。でかいよ。さあ。じゃあ、後で見てみよう。あとゴリラにさら、ゴリラにさらわれるやつはあれでしょ、 Z でしょ、さ、じゃあ、あのロビンがゴリラに さらわれるというか、ゴリラがロビンのことなんかことなんかこう捕まえてこう登っていく、あれは Z でしょ、あ、それも Z じゃない、あれ、あ、それ Z、 カジキじゃなくてノコギリザメ、あ、そうなんだ、面白いよね、あの映画、それストロング、え、それがストロングワールドなんだ。あれで Z は何？ Z は、いや絶対 Z 見たの。スーツのやつでしょ、だって。え、それがストロングワールド？じゃあ Z 見てないのかな私。あ、Z 見てないかもじゃあ。それがストロングワールド？スーツでさ乗り込んでいくやつ、あ、私じゃあ Z 見てないわZ 見てみよう、じゃあ今日そうしますね、ちょっと Z 見てなかったわ私全部ストロングワールドのこと言ってるわじゃあ今日 Z 見てみますはい、ゆっくりちょっとそろそろ終わろうかしらね、うん、でもワンピースも面白いよね、
よし、じゃあダダダダムゾウさんとタキオンさん、コノさん、ブリッジさん、シュウさん、スユウさん、シャンくんさん、タキオンさん、ギフトありがとうございます。太陽さん、クマちゃんありがとう。クマ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 ありがとう。うっかにゃんこさん、のんちゃん、たきおんさん、ひろのりさん、にっちまさん、このさん、ブリッジさん、太陽さん、くずりゅうさん、よっしーさん、れいちゃんさん、ぺしゃさん、にしさん、ゆういちろうさん、かぼちゃありがとう。パンプキンありがとう。よし、じゃあ団長読みますね。13位若月さん、12位シナモン48さん、11位ハイテンショウユウさん、10位コムケンさん、9位ニシエヌピーさん、8位コボリンさん、7位シャンくんさん、6位ダッダッダダムドーさん、5位タカさん、4位ヒロノリさん、3位ショウジさん、2位タキヨンさん、1位はヨッシーさんでした。ありがとう。ピク可愛い系じゃない、どっちかっていうとかっこいい系かも。かっこいい系はワンピースなんですよ。こういうね、ワンピースです。かっこいいよね、こうなんかエナメルみたいな。はい、ということでありがとうございました。あ、握手会できたことある。あります。アニメとかね、やっぱ私好きなんですよ、やね。コナンとか、実は進撃の巨人とかも読んだりしてます。今アニメとか漫画とか好きなので。でもね、ちょっとあんまり詳しくはない、ドラゴンボールぐらいしかめっちゃ詳しいやつはないので、ぜひおすすめのアニメとか教えてくださいね。アニメめっちゃ好き。進撃の巨人は漫画読んでアニメも見ました。でもそんな詳しくはない、ドラゴンボールほど。ドラゴンボールはもう何回も見てるから詳しいんですけどね、他のやつはそんな詳しくないので、ぜひ教えてください。ということで、またねー。バイバーイ。切ります。3、2、1、切る。